皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからキャンペーンを選びます。キャンペーン選択画面です。 G イントロダクションを選びます。レベル選択画面です。ヘイを選びます。今回はマンモス何体で兵に勝つことができるかということを確かめてみたいと思います。では赤チーム側の中央、後ろ寄りがいいですかね。マンモスの突進力を生かすためにはヘイベーラーができるだけ固まっている状態がいいですからね。後ろ寄りにしましょう。ヘイベーラーが橋の上に差し掛かって密集状態になったところに突進した方が良さそうですからね。ここに配置します。私の予想としましてはマンモスの圧勝でしょうね。ポーションセラー4体の毒の量ではマンモスはあまり足止めできないと思うんですよ。なので私の予想としてはマンモスの圧勝です。では確かめてみましょう。青チームヘイ VS 赤チームマンモス1体バトルスタート。さあヘイベイラーが橋の上に差し掛かってきたところで毒も飛んできたがマンモスに毒が当たらなかった。これはマンモスにとって非常に有利。毒が当たったのはここでようやくマンモスに毒が当たった。ヘイベーラーはまだ残っている。ポーションセラーもまだ4体とも残っている。ヘイベーラーがもう残りがいなくなってあとはポーションセラー横腹で押しつぶしています。やはりマンモスの圧勝でしたね。ポーションセラー4体分の毒ではマンモスはそれほどバトルに差し支えのない状態ですね。強いんですマンモスは。これで結論が出ましたね。ヘイに勝つためにはマンモス1体が必要である。マンモス1体で十分であるというのが結論ですね。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。